蜂の巣。六角形の部屋が密集してできている。蜂とは、昆虫つの蜂目に分類される昆虫のうち、アリと呼ばれる分類群以外の総称。ハバチア目のすべてと、蜂ア目の内花鉢、スズメバチ等がこれに含まれる。蜂の一部と、アリは、親が、この面倒を見るだけでなく、その子が大きくなっても共に生活し、大きな集団を形成するに至る。 このような昆虫が社会性昆虫である。女王蜂、働き蜂など、それぞれの役割が決まっており、それにより一生の過ごし方が違う。蜂といえばスズメ蜂、アシナガバチ、ミツバチなどが有名で、大きな巣を作って、家族で暮らす、花にやってくる、毒針で刺されるから、危ないなどのイメージが定着している。しかしこれは、蜂全体で見ると一部の種類に過ぎず、 その生態や体つきは多様性に富んでいる。世界最大の蜂は、ウォレスズジャイアントビーで羽を広げた幅は6センチメートルにもなる。花の上に乗る王政棒肉団子を作る、セグロアシナガバチへ物を抱えた、ジガバチ単独生活性の花バチアリは、一般には、鉢とは全く違うかのように扱われるが、分類学上は、アリは、鉢の中の一分類群である。 アリは一般に羽がなく、多くの蜂は羽を持つが、蜂の中でも、また、アリの女王とオスアリは羽を持ち、結婚飛行を行う。この時の姿はまさに蜂で、特にオスアリは蜂に似ている。また、一般にはアリは針を持たないが、一部にはヒアリやハリアリ等、針を持ち、刺されると痛むものもある。アリは、基本的には肉食で、狩り鉢の系統から、 地上生活へ進んだと考えられてきたが、最近の研究で、ミツバチと共通の祖先を持つことが分かった。予防策は、スズメバチ類を例にすると、巣と遭遇した場合は、巣に近づかず、見張りの蜂を刺激せず姿勢を低くして巣から、速やかに離れる。しかし、威嚇や攻撃を受けた時に手で追い払ったり大声で、騒いだりすることは、禁物で直線的に追いかけてくる。 蜂類から逃れるには姿勢を低くしたり、急角度で曲がるなどの方法が有効である。蜂やゾウガメ、絶滅してなかった100年ぶり発見も朝日、新聞デジタル2019年4月20日閲覧。蜂類の毒液中にふ、ありがとうございます。